いいかなと。そして、できるだけ早いうちにです。おはようございます。ジャン君、ポンちゃん、おはようございます。今日はなんか段ボールとか捨てる日だったので、朝一緒にいなくなったら大泣きでしたね。君ですね、君、こっちの人はね、お兄ちゃんの方です。ポンちゃんはおとなしく待っていたんですが、こんなに泣くようじゃ困るんですけど、ジャン君、すっごい大泣きしてました。近所の人たちがなんか猫が泣いてるけどって思ったと思うんですけど、そんなにかな外まで聞こえたかな。でもポンちゃんが叫んでる時の方が聞こえるよ ね、 そうだね、外ではね声大きいよね、うん、昨日夜中にね、なんかね、おもちゃくわえてね、変な泣き方して何回もしてたはい、まあって泣いてた。隣近所と少し離れているので、大丈夫かとは思うけど、これ東京だったら大騒ぎだねということで今日も始まります。マックの状態はもう決定いたしております。小さい MacBook で、日々の動画を作ってアップしています。これ毎回重大なエラーを出しております。これでなんかね、多分メモリーが足りないから最後、書き出しまではできるんだけど、その後の処理ができずになんかダメみたいなのね。やばいじゃん。まあそれでもやり続けるしかないね。でお勉強の方ですね、アニメのお勉強はマオイママさんの Mac を使ってやっておりますが、やっぱちょっと遅いのでね、なかなか先に進みません。遅いね。はい、それでもやります。とにかく、人間の中の能力は、上げとかないと、ある日機械が、手に入った時に、バリバリ仕事にできるようにしないとね、さあガイドブックを買うタイミングなんだよな。まだね、まだ理解してないなと思うんだよね。ガイドブックってさ、まだ売ってんの？あ、それ新宿に行きゃあるね。この辺ではちょっとアフターエフェクトのガイドブックは難しいと思うけど、あんまり買う人もいないからね。アマゾンとかで買えない？あ、まあ、うん、それは買えると思うけど、中確かめたいんだよな。読みやすいかどうか明らかに違うのでね。なので、コロナ後になるかな。で今頑張ってさ、ちょっと不自由な状態だけど、コンピューター上で分かんないながらもやり続けてれば、その答えがガイドブックに書いてあるから、あ、これはこういうことだったのかっていうのがね。で、あ、もう一回やってみようって。あ、図書館ね、一回、それもあるかな、まあでも今行っても、わからないことだらけなので、とにかく作業をして体で覚えないとね。ということで勉強の仕方、大人になってから分かりました。これ中学の時にこういう勉強の仕方を知ってたらね、よかったのにね。はい、バカな学生時代を送ったおかげで今こんなに苦労しています。はい、はい、今日も頑張って、勉強は続けています。だいぶ無理くりやっておりますが、このね、ワンちゃんの元のがあって、この動きがあるので、それに近いものを自分で描いたんですが、作り終えた後に絵を変えるっていうこともちょっとチャレンジしてみます。はい、一応出来上がりました。こんな感じね、可愛く動いてはいると思うんですが、細かいところでのね、やっぱ手慣れみたいなのが必要かなとは思います。今回のムーグラフさんという先生は女性の先生ですけれども、は割とこうかっちり数字に、こだわってる人ですね。僕もね、割とその傾向はあります。何十パーセントとかを切りのいい数字にしたくなっちゃう方なんですが、やっぱりアニメーションってこう目で見た感じでは機械的じゃなく見せるには、こう揺らぎみたいなのが必要だったりするので、まあ、その辺は今後慣れてきたらね、今は先生に文句は言えませんからね。ということと、あとこのキャラクター、
全然気に入っていません。これなぜならば、ワンちゃんのアニメーションを、するにあたって動きが同じ動きをさせるために、ほぼ同じだけど猫っていうのを作ってみました。ただこの中身ね、こういうところにパーツが入っているんですが、これに、加工を加えて新しく別のものに書き換えていくと、ひょっとすると、自分のオリジナルのキャラクター作れるんじゃないかなというふうに思います。一から作るっていう手法と、あとは、作った後に変更するっていうことで、イラストレーターというソフトの方で、変更するということもちょっと考えてみようかなと。それも経験だと思いますんで、一応今やってみようかな。はい、まあ素人の浅はかさでやってみたところ、ちょっと無理でしたね。これは、一度何かでネットで検索をして、パーツを入れ替える方法みたいなのを研究してからやってみます。一応この絵は作られたので、この後頑張ってみます。はい、今日は夏用に床を入れ替えています。こんなです。あ、ピントが合ってませんでした。ジャン君。ね、ジャン君。どうですか？これで少し涼しくなると思うよ。ジャン君、ジャン君警戒しています。ジャン君、来ません。さあ早く慣れてね。ジャン君。これから生配信始めますが、例によってですね、コンピューターの問題が、あってですね、ここはマオイママさんのコンピューターですね、ここから配信をすることにします。そしてクロケンパパの、今ノートブックですね、こちらでは配信を、受信するというか YouTube で見ながらここへ流してコメントを読むという感じですね。ちょっと複雑回帰になっていますけれども、これが今一番ベストの状態です。そして今日ですね、ちょっと考えているのは、やっぱりコンピューターのハードディスクを入れ替えようと、 SSD にしようということを考えています。スタート。ジャン君、そろそろ寝る時間近づいてきてるかな。いろいろですね、博識な方というか先輩方にも聞いて、いろんなことを、大体決まってきました。iMac 2013年の、型のですね、21.5 インチに SSD をハードディスクの代わりに入れるということに気持ちの上で決めました。で、やり方もネットで、よく調べてですね、失敗がない感じにもうイメージトレーニングできています。ただ、SSD っていうのは、一応1万回の読み書きを、目安にしているっていうこと。1万回っていうのはどのくらいだろうと思ったんですが、まあでも、コンピューターを使っている身としては、うちは結構長く使う方で、5年ぐらいですね。中古で買った iMac ですので、もう5年以上経っているわけですよね、本来ならばね。それに入れるということなので、まあいいかなと。そして、できるだけ早いうちにですね、勉強も
であのちゃんとして、動画の編集ではなくてアニメーション部分ですね、タイトルの部分とかあとは、PV みたいなことを、作れるようにして仕事につなげていきます、結びつけます。はい、気持ちは少し明るくなってきましたよ。とにかくあとはね、注文を今すぐできるんですけれども、どれがいいのか、その SSD のね、それもよく調べて、明日の昼間に注文をしてみようかなと。あとはね、工具類も重要です。iMac の、分解になりますからね、それが失敗しないように、専用のなんてシールみたいなのがあるんですよね、両面テープね、画面ガラス面を貼り付けるやつ、それも専用のがあるんですよ。でそれを使いたいです。それから、なんかねドライバーも T8 っていう、特殊なやつ、で確かね1本ぐらいあったかなと思うんですが、サイズが合わないかもしれないのでそれも買います。ということでなんやかんや2万円以内には収まるとは思います。